せーの、1、2、3、オット。皆さんこんにちは。こんにちは。オットカヨです。オットノアです。今日はね、いよいよオットピアノコンクール、はい、ボリューム2サポーテッドバイテクニクス。今年の1月の10日からエントリーが始まってね、はい、たくさんご応募いただいてありがとうございました。ありがとうございました。で、ファイナリストの方を発表させていただいたと思うんですけど、はい、そのファイナリスト初級中級上級のファイナリストの方への一般投票がなんと明日までと明日までなりました。パチパチなのかな。早いよね。早いですね。あっという間だよね。本当にあっという間すぎてびっくりしてます ね。この間なんかエントリーじゃないや、一般投票始まりましたってやって、早すぎますね。もう明日っていうか、ごめんなさい、今日、3月の27日に撮ってます。はい、もうね、3月28日の23時59分まで、もう時計がピッてこう12時にピタッてなるギリギリまでギリギリまでご投票いただけるので、もうぜひね、ファイナリストの方の演奏も本当皆さん素敵でね、素晴らしい演奏なので、聞いていただいて、この人いいって思った方に投票いただければ、3名まで投票できますので、投票いただければね、はい、と思います。はい、そして実はなんとノアちゃんは、はい、ね、はい、1回目のコンクールの時のファイナリストにいました。なりました。一般投票始まりますってなって、わかんないじゃん、自分には見えないじゃん、何票を入れていただいてるかっていうのが。ドキドキでしたね。本当に懐かしい。もう1年経つ。早いですね。結果出るまで楽しみだった？楽しみとなんか緊張というか、うん、どっちもありましたね。どっちもドキドキみたいな。ドキドキみたいのが。はい、ありましたね。まあ、じゃあ、まあ今回ね、2回目。前回、はい、エントリーいただいた方、実は今回エントリーもいただいている方が何名かいらっしゃるんですけど、うん、同じドキドキをね、じゃあ今きっとね。味わってね。楽しみだよね、でもね。でも楽しみだった？でも結果出るの。そうです、もうワクワクでした。緊張とワクワクとみたいな感じ。怖い感じでしたね。もうそのファイナリストの方が楽しみにしてるその結果ね、一般投票の結果っていうのも、本当皆様の一票一票が大事になってきますので、うん、はい、まあ、審査自体はその審査員の方々との方が比率としては大きくはなるんですけれども、一般投票いただく皆様の票も大きく変わってきますので、結果にね。そうですね。はい。ぜひ、そこはね、こう、一緒にコンクールを楽しむっていう意味でも、ぜひ、ぜひ、ポチッと、この方って、お願いします。ご投票いただければと思います。お願いします。結果は4月18日に、結果発表。はい、いたしますので、ね、自分が入れた人が入ってるかなっていうのをね、ちょっと楽しみに待ちながら、またそちらもお待ちいただければと思います。皆様ぜひご投票の方よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。